うちばっかななんんでで申し訳ないんで最近面白かったのはあのー、カウンセリングあのね箱庭を使ったカウンセリングっていうの前々から興味持っててでまあそのいろんなフィギュアがあるわけすごい量そのカウンセリングをするお部屋にはいろんなフィギュアがもう何千種類っていうフィギュアがあって。 で、その、そのフィギュアを自由に並べて箱庭を作ってくださいっていうんで、どれぐらいの大きさつというのかな。まあ、一応そこには専用の箱があるんだけど、別にそれは何の箱でもいいし、フィギュアも何のフィギュアでも基本的にはいいらしいんだけど、ちょうどその、小学校の、えー、図工の授業の時に使った、あの図工室に行くとさ、あの図工の藤沢先生っていうのがさ、 あの、必ずそこにいてさ、藤沢先生一人で窓の外に向かってさ、<laughs> 一人言をずっと言ってんのね、いつも。 小学校の時。で、小学校の時に、先生、何してんのって、はっていう顔して、お話を作ってましたって、女の先生なんだけど、お話を作ってましたって言ってたんだけど、いろいろあったんだな、先生。で、その先生の横んところに我慢がいっぱいあるじゃん。あの我慢の大きさぐらいなんだ今、俺急に藤沢先生のこと思い出してさ、藤沢先生、ぶわっついメガネかけた女の先生で、俺は結構好きな先生だったんだけど、今思うと、繊細だったな。相当繊細だった。 で、あの、よく、まあ、そうやって、外を見てお話を作ってらっしゃったんですけど、ね。<laughs> 先生、大変なんだから、もう子供がわーっていっぱいいて、それはちょっと追い詰められるときもあるさ。<laughs> その、我慢ぐらいの大きさの箱があって、その箱の中に、えー、っと、砂がいっぱい入ってて、で、その砂で島を作ったりとかしながら、いろんな並べていく、並べていって、で、その、並べたものに対して、まあ、こっからはちょっと面白いなんか、えー、っと、その、 専門の勉強したカウンセラーの人が来るわけ。ほんで、えー、っと、先生曰く、大体統計的に、これ当然例外も出てきていいんだけど、いわゆるこう占いとかそういうもんじゃないから、統計的に、その、えー、箱庭の自分から見て左上の方に置いてるものに関しては、こういうこと、大体この人の持ってるモラル感とか、えー、っと、宗教感とか、 えー、古いこう、ステロタイプの言い方をすると、厳格なお父さんみたいな位置がこの辺に現れますよと。で、左の手前側には、その自分のこう、源流となるもの。ね。まあ、どっちかっていうと、母性感みたいなものが出ます。で、右上は未来で、左下がこうで。ただこれは、それが逆転してる人もいるし、その、えー、不正。不正の部分にお母さんの象徴を置き始めることももちろんあると。 えー、要するに自分が、の中で、えー、っと、すごく厳しく厳格な影響はお母さんから受けてて、うむしろ、ステロタイプで言うお母さん的な包んでくれる優しさみたいなものはお父さんから受けた人もいる人。で、まあ、それは、おいおいこう、えー、っと、そのことを話していくことで、自分で見つけることができますみたいなやつで。 で、ちょっと面白いのは、大の大人がこう一生懸命さ、人形遊びみたいに、ここのとこにこういう森のマさんのお家があって、で、この森のマさんがいつも行っちゃいけないって言われてるところがこの辺でとか、で、ここのところにはこうでみたいのがちょっと僕の中で面白いし、で、その、カウンセリングの人は、そうすると、例えばこう、母親の位置に置いてる、こう何かフィギュア見て、ジャイアントババのフィギュアを母親の位置に置いたりすると、 今このジャイアントババアさんは何を考えてるのみたいなことを言われた。もしくはこの人は何っていう。そのジャイアントババのフィギュアを置いてはいるけど、俺はジャイアントババア。 東洋の巨人として置いてるのか、三遊亭楽太郎のお友達として置いてるのか、<laughs> 大きい人として置いてるのか、それはわからないから、この人は何なんて聞いて、これはもうすごく大きい人です。なんて言うと、この人は今この大きい人に対して、あなたはどう思ってるのなんて言うと、大きすぎて怖い。なんていうのをやっていくうちに、その、そうするとお母さんに対するコンプレックスは一体何だったんだろうみたいな。 そういう話をこう、どんどんひ、ひも解もいていくみたいな。そういう箱庭を使ったカウンセリングってのがあって。で、これを使って、で、ほら、今まで聞いてると、あの伊集院さんがこれプライベートで言ってる感じになってくるけど、その勇気がなくて、番組の企画で使えば自分でもできるじゃないですか。だからその、えー、BS でやってる番組で、みんなでその箱庭を使ったカウンセリングをこう受けるっていう、 で、その、それは半分ショーアップされてるから、すごくテレビが映ってるっていうことでネタっぽいものももちろん作るだろうし、逆に、その、俺みたいタイプはテレビが入ってるからこそ、えー、もっとサービスしちゃおうと思って、より奥に入ってったりはするんだけど。で、それでこう結構若手芸人の、さっき言った、白鳥とか、え河、ー、村とか、えー、お天気の連中とかと作って、 で、最後こう、予定の収録時間より時間が余ったので、もう僕が徹底的にガチでそれを受けますと。で、受けて、じゃあそれはそのもう放送時間がないから、後に DVD とかで出しましょうみたいな話になって、せっかくだから撮ってみようか、試しにっていう。で、これ面白いのは、あの、最初にね、河村とか、白鳥とか、それ若手芸人の連中は、これに関する知識が一切ないじゃん。 一切ないから、ただ単にパラダイスを作ってって言われて一生懸命作ってるわけ。だから、何の邪念もなく作って、そこから話をしてるわけ。そこから話をしながら、そんなことがあったんだ、みたいな。まあ、普通の地上波のバラエティーではあんまり面白いものとしては出ないような。<laughs> なんかわかんないけど、あの、いい話。えー、えー、っと、待ちに待った運動会の日におじいちゃんが既得になって、誰もうちに来てくれなくて、うちの子、 運動会の応援に来てくれなくて、で、おじいちゃんどうなったかな誰か来てくれないかなって思ってたら、お昼頃に、えー、おじいちゃんが亡くなったって話になって、今すぐ、えー、と、来てちょうだいって言われたんだけど、学校の先生が、でもあんなに練習したんだから、お遊戯だけでもしていけばって言われて、お遊戯をず、ずっとしてるんだけども、誰も見て、見に来てくれない。あと、おじいちゃんが死んだのに踊ってていいんだろうかっていうことを、延々と考えてましたみたいな告白が、こう、導き出されたりとかして、俺の中では 興味深いそして、これ民放ではない <laughs> どんな顔してていいのかもわかんねえしっていう。地上波民放ではないなと思いながらも、ね、その BS の番組でやってるわけ。ね。それで、最後。俺は知ってるわけじゃん。ここに何を置いたらこう見られますとか、ここにこう置いたらこれは何を表してます知ってるから、最初に、 やってもダメなんじゃないかな、みたいな。心理テストの答えを全部知ってるようなもんだから、それは俺言われたいように言えばいいんじゃねえのみたいな意思がちょっとあるんだけど、その専門家の先生からしてみると、当然そういうことはあるんだけど、その、えーと、没頭して作ってるうちに、えぇ、ー、全然そうじゃない、 ない、その、自分でも思いもよらなかったような形になっていきます、みたいなことを言うわけ。で、それがちょっと、最初に聞いた時には、なんつうのかな、オカルトっぽい話っていうか、あんま、あれ、そういうもんじゃないと思ってたんだけど、どうなんだろう。でもなんか、聞くと、でも、先生が言うには、何にも知らないでここにカウンセリングしてくださいって言いに来る人はいないから、少なくとも箱庭のカウンセリングであるの知ってて、受けるわけだし、みんな、逆に言うと今日みたいに何にも知らないで作ったものを実は、みたいなケースは、 この、ショーアップされたバラエティだからあるけど、本来はありえないでしょっていう、本人の承諾なしにそんな心を覗くことなんかないわけだからっていう、その間接的に番組に何されてもいいですっていう承諾があった上で今こうやってるっていう、このバラエティの感じっておかしいわけじゃん。ましてカメラが入っててる。ほいで、ま、言ってることは分かったような分かんないようなだったんだけど、なんか、すごい面白いなと思ったのは、今言ったような状況で俺はいろんなフィギュアがいっぱいあって、またそれもね、その、 ええと、別段チョコエッグのフィギュアとか、普通にガチャガチャのフィギュアもいっぱい混じってていいんだけど、その専門の会社があるわけ、その、そのフィギュアを作ってる。箱庭カウンセリング専門の会社に置いてるフィギュアっていうのが、しゃがんで泣いている女の子とか、赤ちゃんを抱いているけどあんまり嬉しそうじゃない女の人とか、そういうのがあるのよ、いっぱい。それすげえなと思うんだけど、 あの、チョコエッグでそのシリーズも出してほしいぐらいの。箱庭カウンセリング用って出してほしいと思うぐらいの。で、そういうのいっぱいある中で、フィギュアだけじゃなくて火山とか、江戸城とか、総合病院とか、またそれも普通のお店じゃなくて、やっぱりそのカウンセリングに使うようなところは、 病院とかあんまり使わないようなのがあったり、燃えている家とか <laughs>、で、船だけでもすごいいろんな船があって、船も、その座礁したまま朽ち果てゆく船とかそういうのあったりとかするんで、俺分かってて並べるのどうなんと思ってるんだけど、分かってて並べてもいいんだからっつって、やってるとね、なんつってんのかな。 ここ未来、この右上のあたりは大体未来を置くっってたから、つって、いろいろ見てたらお墓のフィギュアがあったから、未来どうせ死ぬんだって思ってんだから、未来のとこどうせ死ぬんでお墓を置くわけ。そうやって見てると、ただ未来お墓ってあまりに子供字見てないってちょっと思い始めるわけ。なんかちょっとこの未来にお墓を置いた、置きましたよさ、皆さんどうですかっていうのも、どうかねってちょっと思うから、ただお墓なのは嫌なんで、そのお墓の後ろのところに、 階段をつけて、みんなは死んでると思ってるけど、俺は実はこの世界から逃げ出してるみたいなストーリーをこうちょっと作ったりとかするわけ。隠し階段とか。でさらに、お父さんの象徴はライオンだな、みたいなことを思ってライオンを置くわけ。それで、そのライオンを見てたら、もっと大きいライオンのフィギュアもあって、さらに大きいライオンのフィギュアとか、あと自分で持ち込んで、そのチョコエッグとか今までその買ったフィギュアの中に、 すごい漫画チックなライオンとかいっぱいライオンがいたから、ライ、大きいライオンが中華やライオンを食べてるみたいなのにしていってポンって置いてみて、面白いよ前提に置いてみたら、急に、あ、俺、子供の頃のこと一つ思い出したって。 親父の会社のソフトボール大会見に行ったら、ボールが飛んできたら危ないみたいなことを親父にすごい注意されて、こっぴどく注意されて、外で怒られてるの嫌だなと思ってたら、親父が親父の会社の上司みたい人に、おい、田中って呼ばれて、お前の打順だよつってすごい怒られてるの見たことを急に思い出したわけ <laughs>。そういう感じなんだと思って <laughs>。このカウンセリング、こういう感じなんだと思って。 なんか母親のところにこれ置いてみようっていうと、これじゃなんだからもうちょっとこれ足してみようとかやっていくうちに、ちょっとフィその世界観として、そのライオンと母親の間のところが空いてんのが嫌だから何か埋めてみようと思った時に、急に、ああ、そういえば小学校4年生の時に、おふくろと大離婚すんじゃねえかなと思ったことがあったみたいの結構思い出すわけ。で、それを、 まあ完成した、完成するまでには、いろんなことを思い出したて、もう話したくてしょうがない、ちょっと。それをカウンセラーの人が来ると、なんつうまいんだよね、やっぱり聞いてほしいところを聞いてくれる時もあれば、俺が思いもよらなかったようなところって、なんかこう、その箱庭の中でも、あの、全くこう、手がついてないところに、これを置い、全然関係ない火山とかを急に真ん中にドンって置かれて、 これを置かれたらどう思うみたいなことに対して、もう嫌でしょうがないわけ。俺はもう自分の作った世界観の中に異物が入ってくるから嫌でしょうがないかったりするから、それを言われ、ちょっとこれは嫌です。これはちょっとかっこ悪いんで嫌です。みたいなところから始まり、じゃあこの中で先生がどれか一個だけちょうだいって言われて、絶対あげられないものはどれみたいな話をされることで、あ、俺このあたりすげえ大事にしてるみたいなのが、ちょっとこう、なんぞのこれを、が大事だから、 これを上げたくないっていうことは、イコールこの、ものが大事っていうよりは、作ってる時にその、自分が設定したストーリーみたいな,んじゃない、その、これは親父のことをすごい怒っていた、あの時、今考えれば子供の前で、そんなに人の親を怒鳴りつけることはないだろうっていう人の、その象徴として今、あの、ライオンを置いてるから、別にこっちの大きいライオンは取られていいけど、 この、食わえられてる方のライオンを取られるのは、これは一応親父が頑張ってた時の親父の象徴だから取られちゃ嫌だとか、さらに、その、食われてるライオンは今どう思ってると思うとか言われると、すごい罰が悪くて消え入りたいと思ってるって思うけど、食われてるライオンを見てどう思うっていうと、いや、一生懸命頑張ってると思うみたいなのがこう出てくるわけ。 もう面白くてしょうがないんだけど、最終的に終わった時に、これ DVD で発売するってことを急に思い出すじゃんか。そのすごい勢いで。別にもうその、その、みんなに見られる分にはいいんだけど、親に見られない方法が、母親と父親にこれを見せるわけにいかないっていう感じ。なんか、もうその、カウンセリングって言葉がちょっと重いから、割とこう、それに対して、シビアに捉えて、 その、バラエティ化することを反対する人もいるとは思うんだけど、でもなんか自分はやってみて、これを面白いっていうノリで逆にやってみることは相当大切で、相当面白いと思って、なんかその、なんだろう。自分でもこう、そのこと覚えたことで、自分の持ってるチョコエッグのフィギュアもすごい量あるから、チョコエッグでそれいろんなもののフィギュアもすごいあるから、 その、自分の家でもちょっとでき、できたりとかするじゃん。自己対話みたいなもんだから、自分で並べて、あ、俺これちょっと違うなと思いながら、ここにこうなってる感じが嫌だなと思って、他のものを置いていくと、しっくりきた時に、なんでしっくりしたのかを無理やりその思い出にこう照らし合わせていったりすると、いつも掘らない掘り方で思い出掘ったりするから、あ意外に全然どうでもいいことが出てきたりとか、リアルなものが出てきたりとか、あの、する感じ。 で、なんかすごい一応僕の中でそれはさすがにまずいなっていう DVD に入れて母親に見せるのはまずいなと思ったのは母親の位置にはあの赤ちゃんを抱いてニコニコしてるお母さんの後ろに鬼がいるっていうのを置いてたんでうん、なんか深刻な問題があるんだけどそれはさすがに言えねえなと思ってなんかすごいもの経験したの月曜ちゃん でもさ、結構フィギュアブームでさ、特に男子の中にはフィギュアいっぱい持ってるって人とかいるじゃんか。で、それとちょっとこれは、あのー、うまくそういう風に没頭できないと難しいけど、例えば消しゴムを置いててもこれはお墓だと思うとか、その、いう設定さえ自分でできてれば、全然その、フィギュアのバリエーションはなくてもいいらしいのね。なんていうのかな、うまく言えないけど、 えっと、フィギュアのバリエーションがいっぱいあることで、ちょっと想像力を阻害することはあるっていう風に先生が言ってたんだけど、なんか別にその赤ちゃんを抱いて泣いている人形まで持ってなくても、単に人形の上に小さめの人形を重ねただけで、自分ではこれは赤ちゃんを抱いている女の人で悲しんでるっていう設定さえできれば、それは問題ないらしいんだけど、あの、フィギュアをさ、家の前とかパソコンのさ、パソコンの 前にすげえフィギュア並べてみたりとする時とかない俺すごいあるんだよね。そのフィギュア並べてみて、なんかそのパソコンを基地にその、見立てて、いろんなやつとかと攻防戦みたいなの置いたりとかして、で、さらには、あのー、必死のこと逃げ出して、俺の中のストーリーではすげえ感情移入してるやつが、リターンキーの上にしゃがんで、一休みしてると、 これはしばらくリターンキーが押せないからファミ通の原稿は書けねえな。なんて思ったりとか <laughs> ね。ねあの、自分のいい置き方ってあるじゃん。それはもうその、ガンプラからラキスタから何置いてくれても構わないんだけど。で、その中でも自分の好きな、まあ、例えば綾波なんだけども、じ、綾波、その、 えっと、包帯でぐるぐる巻きの綾波なんだけど、俺ん中では毛病ってことになってるから、みたいな、変なストーリーを入れながら物を並べるときあるじゃんか。あれは多分男子のお家芸だと思うんだけど、特に、えっとー、インドア型男子のお家芸だと思うんだけど、あれをやった後に、別に我流でいいんだけど、これは親ゾーンみたいな、お母さんゾーンって決めて、 だとすると、この中で表してるのは、こういうことだったりしてって思っていくだけで基本いいと思う。そう、だったりしてパターンだと思うのね。こういうことだったりしてっていうふうに考えた上に、異物を横に置いていくと、特にこういう番組聞いてネタ書いてくれるような人って、そのシチュエーションはじゃあこうなんじゃないのっていうのを、その、得意な人が俺は多いと思うのね。 こういうシチュエーションでネタを書いてくださいみたいなことに対してあれだけ書けるってことは、じゃあこの自分が今お母さんと抱いてる弟って設定をしてるところに鬼を置いたってことはどういうことみたいなことを行くと、ああ、あの時ね鬼に見えた。弟ばっかり大事にしてすげえ鬼に見えたってやつがスコーンって入ってくるわけ。で、だとするとここに、あの、あれは奈良だから鹿がいた方がいいみたいな、その現実とフィギュアの作った箱庭を行ったり来たりさせながら、 リアルにしていったりとかする、するのね。で、そうするとその時に、初めて、あの、あれ、さほどあの時、親は、えっと、お袋はそれほど弟と俺の間に、その、愛情の差はなかったけど、体格の差があったからあっちをすごい大事にしたのかな、みたいなことが、今分かったりとかするのね。 俺カメラ回ってなかったらお母さんごめんなさいっていうぐらいの、<laughs> そういう感じのやつなの。そう言って、すごいと思うね。それをカメラの前でやる俺。もうやばいだろ、それと思うんだけど。でもその、その感じを家でやっても多分できると思うんだよ、ね。結構できると思うんだよね。もしくは今現在もうそういう風に並べてる人っているじゃん、家で。 ちょっとしたジオラマっぽく並べてる人っているじゃんか。それ見たときに、じゃあ、さっき言ったように決めつけじゃないんだけど、左上が自分の、その、えーっと、 父親的ね。父親ではなく父親的。その自分の中での、えっ、ー、と、強い決まり事とか宗教観みたいなものを使わざどるもので。で、こう、左下のところが母親的、源流的、母性的なもので、右上が未来的だっていうのだと思って見て、違うなと思えば違うきゃ並べ替えるわけじゃん。並べ替えてみてて、あ、なんかすごいことになったりとかするじゃん。だから自分の中で、 ああ、そうやって考えると、これはあれだな、みたいな感じになったりとかするじゃん。なんかちょっとね。で、もちろん、なんちゃって精神が大切だから、最終的にはなんちゃってって言っちゃえばいいです。基本的になんちゃってって言っちゃえばいいんですけど、<laughs> なんちゃってって言いながら、昨日よりご飯が味がしないって思います <laughs> <laughs> えば。大丈夫だと思うんですけど、ちょっとなんかね、その、見る前に知識あってはやったんだけど、やってみるとやってみたで、 これはすごいなと思ったり、あと新しい遊びで、あのー、これは神田うのの箱庭とかを自分で作ってみるっていう、<laughs> 新たな、新たな遊びも発見して、えそれちょっと家でまた流行らせていこうかと思ってんだよね。<laughs>